オートエンコーダとは、機械学習において、ニューラルネットワークを使用した次元圧縮のためのアルゴリズム。2006年にジェフリー・ヒントンらが提案した。オートエンコーダは3層ニューラルネットにおいて、入力層と出力層に同じデータを用いて、教師なし学習させたものである。教師データが実数値で地域がない場合、出力層の活性化関数は、高等者像。 が選ばれることが多い。中間層の活性化関数も高等者像を選ぶと、結果は主成分分析とほぼ一致する。実用上では入力と出力の差分を取ることで異常検知に利用されている。スパースオートエンコーダとは、フィードフォワードニューラルネットワークの学習において反価能力を高めるため、生息加工を追加したオートエンコーダのこと。 ただし、ネットワークの重みではなく、中間層の値自体を例に近づける。中間層が2層以上ある、ニューラルネットワークをディープニューラルネットワークと呼ぶ。バックプロパゲーションでは、通常、中間層が2層以上ある場合、極小解に収束してしまう。そこで、中間層1層だけでオートエンコーダーを作って学習させる。次に、 中間層を入力層とみなしてもう一層積み上げる。これを繰り返して多層化したオートエンコーダーを作る方法をスタックドオートエンコーダーという入力層のデータにノイズを加えて学習させたもの。制約付きボルツマンマシンと結果がほぼ一致する。ノイズは確率分布が基地であればそれに従った方が良いが未知である場合は一応分布で良い。ありがとうございます。